ごめんなさい。私は、このチャンネルで、これまで、世田谷区小山台2丁目に、国分寺街線にへばりつく家は存在しない、と言ってきました。でも、やっぱり、存在しました。地図で言うと、ちょうど、この赤い円のあたりです。小山台2丁目の場合、丸子川に近いエリアの坂の傾斜は、緩やかなのですが、環状8号線に近づくにつれ、坂の傾斜が急になります。同様のことは、等々力1丁目にも当てはまりますが、等々力の場合、傾斜は急でも、地面の凹凸、いわゆるアップダウンはさほどではなく、環八に近いエリアにも、国分寺街線にへばりつく家は、なかなか、発見できません。翻って、小山台2丁目の環八に近いエリアは、坂の傾斜が、きつい上に、地面の凹凸が結構あり、結果として谷ができやすいのです。その谷に、国分寺街線にへばりつく家がありました。それをご紹介しましょう。